間違い気づいて慌てて作るほんの少しの差分。前回差分動画で改良点を説明しましたが、すみません。私、嘘をついておりました。下の段の上後の適化が一定でなくなる原因ですが、豆が水を吸うからではありませんでした。抽出した麦茶ポットの底に、細かい豆の粉末が溜まっていて気がついたのですが、上後のネットをすり抜けたこの粉末が詰まって、コックの水の通りを悪くしていたのです。というわけで、短いですけど対策動画です。短めの、どこかで聞いたような緩い音楽でご覧ください。ででDeed